はい、皆さんこんにちは。水中家庭教師です。まあ、なんていうか、今日は水中家庭教師っていうか、その、なんていうんですかね、山中家庭教師ですね。ただいま私は、ブレイカースイムチームの合宿で帯同させていただいております。はい、当初は29日だけの参加予定だったのが、気づいたら今日は30日でございます。おかしいですね。なんで1日経っちゃったんだろう。なんなら私もう一泊するかもしれない。自然がすごいですね、ほら、ほら。ですね。今ゆかりの地ではないなんでしょうか、ゆかりの地な気がしますが、まあ、大自然に囲まれて水中ではなく山中でやっております。さてさて、メインチャンネルで出すかわからないですが、とりあえず撮るだけ撮ってみようと思います。この動画では私が今回の合宿で感じたこと、勉強させていただいたことを、大まかに3つ紹介しようと思います。1個目、陸トレはできるだけ水中動作にリンクしているものをやった方がいい。2個目、バタフライと平泳ぎはやっぱり共通点の塊。3つ目、ターンの認識が間違っていた。1個目に関してなんですけど、これは単純な話ですね。私もなんかこう、発信はさせていただいてることではあるんですけど、どうせ陸トレをやるのであれば、その、なんだろうな、水中動作につながるような陸トレやった方がお得じゃないですか。何でもかんでもガーって、いろんな陸トレを取り入れてやってると時間も足りなくなっちゃうから、やっぱりその中でも水中動作と親和性が高いものを優先して、陸トレとか、まあ、ストレッチとかエクササイズのやっていった方がいいなというのがまず1個感じたことです。2つ目、まあこれはあれですね。いろんなドリルを今回やらせていただいたんですけど、その何でしょう、やっぱ両方にも応用が効くというか、バタフライのドリルとしてやってたものも、そのキックとかプルの動作を変えるだけでも平泳ぎのものとして成り立つとか、とにかくバタフライと平泳ぎの親和性が高いっていうことを、いろんなドリルをやらせてもらって、それを通して確認させてもらいました。3つ目、これですね、ちょっとですね、間違ってたわけじゃないんですけど、より効率のいいターンの仕方があったっていうことに新しく気づけました。何でしょうね、今までのターンが1回転だとしたら、今回ちょっといろいろと、何でしょう、こう、アドバイスいただいたり教えていただいたターンが、半回転のターン。他にもいろいろ発見はあったんですけど、とりあえずこの3つは特に、ちょっと今回残しときたいなと思ったので、今回はこんな感じで動画にさせていただきました。いや、YouTube って便利ですね。また機会があればぜひこういった合宿とかにも参加させていただきたいと考えてますし、ありがたいことに僕に対してこう、うちに来て教えてくださいって言ってくれるような方もなぜか奇跡的にいらっしゃるので、そういう方の、少しでもお力になれるように私もちょっと日々勉強して知識を吸収して、経験としてそれを皆さんのレッスンに還元できるように頑張っていきますので、今後とも山中家庭教師ではなく水中家庭教師だっけ?なんだっけ?まあ、とりあえずルイをよろしくお願いいたします。じゃあまた通常の動画でお会いしましょう。それでは。